三輪車の三輪です。ペチャンコです。ベストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年5月30日雑談第450回の放送が始まりました。でも雨多くない最近？多くはなってきてる。そうだね、もう雨模様って感じで、梅雨なんだか梅雨じゃないんだかようわからん感じかな。なるね、うん、結構雨続くからね。ムシムシしてる感じもするし、ムシムシジメジメ。そうだね、湿気っていうのもまあ一個考えていかなきゃいけないことかな。そうだね、うん、ですね。ですか。まあ湿気といえばなんですけど、はい、まあ私、先日ちょっと湿気対策をねしまして、あのさ、あのさ、ドンさんは知らないだろうけどさ、おうおう、ちょっと待って待って、ペイさん落ち着いて。あ、うん、分かった分かった分かった。そのペイさんには一応質問したんだけど、あ、そっか、なるほどね、ドンさんにもね、そうそう、したいんだ。うん、私いいよいいよ、先日から湿気対策してるんですよ。はい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 。それが一体何なのか、何をしているのかっていうのをドンさんはちょっと気づいてるのかどうなのかなっていうのをちょっと聞いてみたいな。俺はその会ってる時にもうその対策具合を見ている。そうだね、もう何回も見てる、うん、見てる、何回も見ている。そうだね、うん、ペイさんはちなみにもう全く気づいてなかった。あ、本当に。うん、そうだね、湿気対策。そうなんだよ、うん、湿気対策。あ、まあ湿気ひどいとその髪がそのシャクシャになるというか、なんというかは一つあるけど、最近でも鉄道さんが変わった変化といえば中分けになったとか。あー、なるほどね。湿気対策のためにその、湿気対策で俺中分けになった。今までね、そう、下ろして前がバッと下ろしてたのが中でグワッと分けてきた。中で分けてる時もあるね、確かにね。びっちり分けてきた。ドンさんはだからほぼほぼ今んとこ俺と同率です。いやまあだからそうな、そこまで気づけてるのに、うん、そこそれ以上踏み込めないのかっていう、そのペイさんと同じ。いや、そう、そうなんだ。そしたら俺と同じ勘違いをしてる可能性はあるわ、うん、あ、そう、あ、なるほど、うん、あ、そこまでなんか言って、うん、とかだと、まあ、なんかあるかな。そうね、まあ、答えを言うと、うん、私はね、その湿気対策のために、うん、ストレートパーマをかけてるんですよ。あ、あ、いや気づかんか、こんなにサラサラに、これをさ、こんなにサラサラなのに気づかんか。これをさ、三人称ハウスのさ、帰りドンさんは違う道だからさ、うん、まあそうね、俺車だったり歩きだったりするからね。で、テトさんと二人で帰ってて、まあ雨多いねなんつってたら、全く今と同じ、うん、始まりでさ、うん、なんか気づくことありませんかとか言い出して、うん、あ、服の素材変わったとか、いやこれは前からだよとかさ、うん、あれメガネなんかあれ曇りにくいやつにしたっつって、うん、いやこれ前から同じやつです、うん、髪切ったじゃんみたいなこと、うん、いや結構前に切りました、うん、みたいな。それで最終的に全く同じ、うん、私ストレートパーマをかけましたっていう。いや分かるか。いやそもそも、いやあのね、うん、そうなんていうの、ペターンってなってんのは分かってたんだけど、うん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 、俺さそもそも、うん、鉄塔さんが普通の髪質、うん、そのだからストレートの髪質だと思ってたので、いや、まあ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 、で最近まであのパーマかけたと思ったのよ今まで、ね、最近ふわっとしてるやつ、そしたらなんかそれも違うみたいな、うん、俺はそもそもクセっ気だっていう話をして、うん、俺クセっ気だと思ってた。あでもそうでしょ、分かってなかったの、そのストッパーをかけたっていうのに多分かけ分かってないかな、分かんないのか、うん、全然違うのにね、こんなにこんなにサラサラだったことないでしょ。いや全然わかんなかったな。全然わかんない、わかんないよ。中分けの方に目がいっちゃったな。あー、まあ分け方の問題か。いやでも中分けじゃない時もあったけどね。あ、本当ですか。そうね、うん、ちゃんと前バッて垂らしてるのも見せてるけどね、2人。あー全然ちょっと全然わかんないですね。いやでもこれさ